どんこんにちは、突破軍です。本日は大井町どんたく、なんかね、自衛隊が参加するそうなんですよ。そちらをね、ちょっと見ていきましょう。大井どんたく夏祭り、自衛隊の合発、こういった形で見るのは私は初めてですね。自衛隊の第一普通科連隊ラッパ隊をご紹介したいと思います。皆様どうぞ拍手でお願いいたします。ちょっと皆さんもね、暑いですからちょっと、まずですね、初めにこちら自衛隊が吹くラッパについて、はい、ありがとうございます。ごめんなさいね。初めに自衛隊が吹くラッパについてご紹介したいと思います。自衛隊では号令、命令、警報、このようにラッパ吹奏者はラッパで出せる6つの音、6個の音で吹奏いたします。曲数はなんと50曲以上あるそうです。本日は資格を取り立てのピカピカの1年生ルーキーの方、そしてレジェンドと呼ばれるベテランラッパ師のコラボでお送りしたいと思います。こんにちは。まずお送りしますのは陸上自衛隊行進曲早足行進です。
一大きな拍手をお願いいたします。第一普通カレー隊だ。いま一度大きな拍手をお願いいたします。そして飯山修也歴史者、ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。やばい、びっくりしました。あれ、世田谷地方広報課2号さん。自衛隊第一普通カレー隊の、はい、第一中隊の、僕が前いた舞台なんですけど、久々に今日同期と会うことができて。同期の方出てらっしゃったんですか？出てました。 SNS の登録用になってます。あ、抜かりない。さすが。ありがとうございます。はい、ということで自衛隊ラッパーでした。いや、素晴らしいラッパーでしたね。そうですよね。あれ、羽鳥さん、すいません。自衛官募集の抜かりない、陸自空自抜かりない。あのラッパーすごかったですよ。いろんな、あの朝から晩までの自衛官の一日みたいなラッパを、聞くことができました。あれ、陸と空ってちょっと違うんですか？もしかしたらちょっと違うのかもしれない。ちょっとそこは、あのお詳しい方コメント欄に。はい、そうですよね、比べたこととかあんまないですよね。ということで、素晴らしい第一普通カレー隊のラッパでした。ご報告と頑張ります。本日はこれまで。それじゃあまた。あらさん、ここが会場です。あれだね、私の地元のね、夏祭りもね、宇治の材木店のトラックを、宇治のお父さんのトラック出してですね、そこを開いて、町のステージにしてたんですよ、夏祭り。同じだね。同じシステムや、まあ、こんなに豪華ではねえけれども。あ、いらっしゃいました。そう、これはつまり自衛隊の、陸上自衛隊のラッパ。今日はね、ラッパ演奏があるそうです。